こんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7、2週目の続きをやっていきましょう。レリーフ集めですね。これなんだっけ、魔剣のレリーフを手に入れたので、ちょっと他のレリーフも集めながら先へ進んでいきたいと思います。拳銃へ切り替えましょう。とりあえずまずこの10発をね、使い切ってからアイテムボックスに預けたいんで。で、まだおっさんはうろついてないはずなんで、ゆっくりとアイテム探索をしていきましょう。レリーフ邪魔なんで、まずこれをはめますと。で、2階に行きますか。で、あそこにショットガンはあるけど、まだ取れないから、とりあえず放っておいて、ここに写真がありますと。これ誰？エブリン。あ、2014年。これどうやって読むの ?5 月の 2? 2月の 5? あ、写真に書いてあるわ。エブリン、メイ、2、2014。メイだから、5月だね。5月の2日か。エブリン。あれ、なんかちょっと、そっか、廊下がなんかすげえ早いって、どっかのファイルに書いてあったからね。一気に年を取ったのか、エブリンが。2014年の5月の段階。こういう絵とかね、全然見てなかったからね、そんな余裕はなかった。フットボールやってたんだね、あいつは。おっさんだよね。あれ？ルーカス？どっちだ？まあ、わかんないけど。で、ここは入れないけど、一応印をつけとくか、入れないよマーク。地図にね。で、ここにエブリンがいますね。エブリンのさ、この、なんていうの？車椅子。すごいよね。どうやって階段とか登ってきてんだろう。で、開けて、ここも、まあ、とりあえず行けないけど、で、こっちか。ああ、ビデオテープとかあったけど、ビデオテープも見ちゃいますかね、じゃあ。これは灰皿か。ハンドガンの弾をゲット。で、ここは、開けられない。で、ここに、そう、見えるんだよね。散弾銃かってことで。で、向こう行きてーってなるんだけど、向こうには行けなくて。で、アンティークコインがあって、かつこいつがいるから。あれ？当たらない。え、マジで？おお、当たった。こいつのためにね、弾を一発使うのも、なんかもったいないしね。で、マーガレットへ。捕まえたヒッピー野郎はいつも通りホールから加工場に運んでおけ。ヒッピー野郎って何？お手製らしい。これも特に意味はなくので、すごいよね、ビリヤードとか自分で持ってるんだ。一応閉めとこう。で、ここにビデオテープがあるけど、まあちょっと待って、これ蓋開けて、入ってませんと。蓋は消えるんだよね、ビデオテープ見や。あとここを開けて、10月2日、予報ではでかい嵐が近づいているらしい。数年前の嵐では、増水で後始末に苦労した。屋根や窓を補強しておいた方が良さそうだ。ルーカスに手伝わせるとするか。10月9日、ようやく水が引いた。本館は無事だったが、旧館はひどく傷んでしまった。湿地にでかい船が漂着したとルーカスが騒いでいる。本当なら、都に報告する必要がある。明日にでも様子を見に行くとしようということで、このでかい船があれですよね、ミアとエブリンとかが乗ってたタンカーですよね。まあ、あれが漂着して、みんな感染しちゃいましたと。で、ここに負けのレリーフがあるんで取りましょう。アイテム的にはまだもうちょっと余裕があるね。リュックサック欲しいね、リュックサック早く。で、ここはガンパウダーか。ガンパウダーもう早々に競争団にしちゃいましょう。合成。ほい。で、競争団が出来上がりましたと。で、アルバートも競争団いけるよね。カシャッと。おぉ、強そうだ。アルバートの競争団って。めっちゃ強そうだな。じゃあせっかくビデオテープを手に入れたので、ビデオテープを見ちゃいましょう。まあ、ビデオテープ自体はね、攻略には別に必須じゃないんですけど、Eさん、プリーズウォッチディス。
ミア。あ、そんなの書いてあんだ。すごいね。これどうやって書いたの？イーさん、お願いだからこれを見て。2017年、ジュライ19、9時28分 PM。ミア、ウィンターズ、オールドハウス、休館か。これなん、あ、始まっちゃった。もしこれを見たら、もう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。でも、これだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかはわからないけど、伝えたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい。肝を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。さて、ここは、とりあえず捕まんないようにすればいいわけだから。まだ捕まるわけにはいかない。明るいね。なるほどなるほど。でここでなんかあいつ出たよね。ねえママこっちだよ。ほらエブリンエブリン。あっちに行けばいいということか。で特にアイテムとかを取るわけじゃないんで、でここでやつが来るから。いい加減にしたらどうだい。これ以上あんたが。なんでさ、マゴリってこっちから来る。もううんざりだよ。よいしょ。隠れなきゃ。隠れなきゃ。どうして私を困らせようとするんだい。これ大丈夫かな。一体何が気に入らないって言うんだ。家に招き入れてやって、食事まで与えた。え、見つかんないよね。まあドアが開いたのは見えるから。お、怖い怖い怖い。どうしてこそこそ逃げ回るのさ。いいかい、この力は授かり物だよ。よし、行こう。逃げろ逃げろ。で、あっち行けないね。ま、ここに隠れてれば大丈夫なんで。ここではずっと奴が去っていくまで。てか奴が今どこにいるんだかわかんないね。こうやって見るとこっちに来るときってライト明かり見えたっけ。ゾイと何か企んでるんだろ。グルだってわかってるんだよ。兄さんってやつに何をさせる気か知ってるんだよ。そう、ミアはねゾイと接触してるんですよね。てかゾイがミアと接触してんのか。で、イーさんにやってもらうと。まあ、3人で動いてる感じっすね。これはもう行ったのかな。行った？あそこにいるね。来ないで、お願いだからこっちに来ないで。あ、これで外に出てくるか。こっちまで調べないっていうところがね、甘いよね、マーガレット。隠れる場所なんてさ、大体分かってると思うんだけどね、なんかこっちの方とか。まあそこのアイテムは、ガスバーナーのあれっすね。いやでもこんなんめちゃ怖いよな、実際だったら。お前なんか虫の餌にして残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。これこっからさすげえ見えそうなんだけど。行ったか。我が家に迎え入れたのに、心から歓迎したのに、そのお返しがこれかい。これこっち通っていく姿とか見えんのかな。ああ、明かりは見えるね。ああ、明かりが見える、すごい。で、これはまあ今は関係ないと。こっちの、ああ、行けなくなってるんだね。明るいとよくわかる。セーブポイントには行けなくなってる。じゃあこの
スタチュエットか。これがね、またね、意外に時間かかるんですよね。難しい。慣れたもんだ。よし、で奥に行きましょう。簡単に言うとここら辺の下りは、まあ、知ってればビデオテープを見る必要はないっていうことですね。で今は虫はいないのか。マーガレットがあんまり虫を放ってないからか。なんかムカデみたいなのも操れんのかな。よし、明る来るよね。え、来るっしょ。あれ、あの子は、ね、来た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 。お前を愛してて家族になってほしいって。いや、めっちゃ明るいなこれ。それなのに絶対バレるでしょ。お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。エブリンの力だね。おお、ちょっと怖いな。これどれくらいになったらもう愛してるのに、どうしてそれがわからないのさ。ここに行けばいいんだろう。私たちを受け入れろ。よし、いいかな、もう逃げろ。あんたは何で下に降りて、ダメダメ、そんなの許さない。あれ、そうやって関係ないふりしたってダメなんだからね。どこにも逃げられやしないよ、お嬢ちゃん。で、先へ進んで、うわー、閉められた。で、これ誰が閉めたの。あ、これあれか、ミアと。あ、時間が経ったら勝手に暗くなった。どこへ行くつもりだい。お、蹴ったね。さっきの写真、ミアとエブリンが写ってたね。で、後ろに船があったからタンカーが発見された時の写真か。そんなん撮ってたんだね。ミア、どうなってるんだ。よし、先へ進もう。で、ここら辺は大体見たかな。あ、そっか、キーピック持ってきてなかったな。魔剣のレリーフもあるしな。ここ、あれ、こっちじゃねえや。間違えた、こっちだ。一旦開けて、ここね、開けたかったけど。ハンドバーの弾ゲット。どうしようかな。あのお風呂場のところの水を抜くと、要はおっさんがうろつくようになるんすよ。だからな、ちょっと一回めんどくさいけど、魔剣のレリーフをはめてキーピックを持ってきて、あそこ開けよう。まずこれをはめると。で、ビデオテープももういらないから、いや、分かってるって素晴らしいね。 すげえ安心できるよ。で、アイテムボックスで、まあ、ビデオテープいらないっしょ。虚相談はいる。アンティックコイン預けるでしょ。で、キーピックは持ってく。で、OK。さて、また行くか。家の中を走り回ってんのもすごいよな。ほら、急げ、急げー。で、おっさんはどうすっかね、最初。まあ、戦うよりは逃げた方がいいと思うんで、こっちじゃないわ。こっちから行こう。ここら辺とかないよね。特にアイテムは落っこってないので、これを、ちょっと待って、こじ開けるのは無理そうだって、ナイフでやろうとしたのか。
いいね、ショットガンの弾。まあ、アルバーとかあるとはいえ、ショットガンの弾は役に立つからね。開けて、薬液か。まだちょっと大丈夫か。で、ここは特に何にもない。ここら辺とかって、なんだっけ。あ、ハーブ。ハーブか。まだ大丈夫かな。で、これを取ると出てくるから、ちょっと先に探索をして、ハンドガンの弾ももらっておく。うわー、めっちゃ明るいな。トイレ。アンティックコイン。あれ大丈夫か？アイテムボックス欄。てかさ、これ風呂場だよね。バスルームめちゃでかいな。え、こんなバスルームなの？すごいね、アメリカのバスルーム。これなんか入ってたっけ？入ってないか。てか、アメリカの人たちってさ、シャワーがメインだと思ってたけど。まあでもお風呂に入る人は入るか。さーて、ここで出てくるから、とりあえず通常のハンドガンに切り替えておこう。で、これのお風呂の栓を抜いて、で、木製のスタチュエットを取りますと。あれ？なんかまだある。なんだこれは。まあヘドロだよね、ヘドロ。よし、行くぜ！ババーン。こんな捕まっちゃうのか。どうだ、驚いたら。いや、あんまり驚かなかった。一旦吹っ飛ばされて、俺たちにあの子が力をくれたんだよ。このまま逃げよう。俺の中に流れ。なるほどね、エブリンの力が流れていると。わかるだろう、俺たち家族もあの子の力がもたらした。エブリンがいなくなってる。どういうことかっていうとな。おま会話が途切れてしまった。これ大丈夫、このままやって。やつがいきなりガシャってくるのもちょっと嫌だけどな。まあいいや、ここで、またこれか。なかなか難しいんだよね。オーケー早かったな。よし、誰がこんなもの。先行こう。あー、てかアイテム欄が結構きついな。まあ、最悪ハーブを使うか。なんか虫出てくるっけ。ここは虫は出てこないか。で、そう、ここに来て、ここ辺なんかあったよね。ショットガンの弾取って、で、ここは壊して、ハンドガンの弾で開けて、薬液、精神刺激薬は別にいらない。で、ハンドガンの弾、これ以上持てない。どうせまたここあれ取りに来るからね、このカラスの鍵で。まあその時に回収すればいいか。いや、トイレとかもだいぶ明るいね。で、モールデッドが来るから、あ、ここもキーピックあるけど、まあ、キーピックはね、意外に後の方で手に入るから。で、これ開けるとウジャラーが出てくるから、ちょっとほっとこう。アンティークコインゲット。アンティークコイン今のところ大丈夫かな。全部回収できてる。あ、これね、これは何、この絵は。子供、ミアって書いてあるよ、ミアって。ここに家があって、やっぱ家族的な絵だね。6月14、旅行中の夫婦、旦那は成功12人目、嫁はダメだった、廃棄。7月7、女子大生3人、全部腐ってやがった、ルーカスのアホめ。8月13、不老者のじいさん、3日で転嫁、13人目。裏はこれ、モールデッド、モールデッドっぽいね、これ。ちょっと見えないけど、なるほど。
さて、では奥へ行きますか。ガチャッと。普通のハンドガン、まあそうだよね、これを使い切りたいもんね。なんだ、来るか。ほい。で、防御しよう。防御の極意。あれ、効かんわ。よく防御は。防御効かんわ。あれ、どこ行った。ほい、いいね。ちゃんとヘッドショットを狙えば。てかさ、こいつここで死んだのか。あ、そっか、これも見ておこう。これらすべて奴らの犠牲者なのか。調べられるのはこんなものかな。まあカジュアルモードだからね、大した強さではないと。あ、卵飯しちゃったか。これ持ってるとつい癖でね、リロードしちゃうんすよね。もったいないからもう完全に預けとこう。アルバートで行こう。アルバートで、で、こっちの安息の地へ行きましょう。で、ガチャッと。さて、ここには何があったかな。ハンドガン持てない。そう、持てないんだよそもそも。で、ここキーピックでしょ。で、コートニーへ。やつらは俺を探している。今なら君だけでも逃げ出せるだろう。犬の頭のレリーフを探すんだ。やつらは外への扉をあれで開けている。一つは地下の解体室にあるのを見た。あれが脱出の鍵だ。で、裏面があって、さっきから体がおかしい。きっとあのクソ料理のせいだ。このまま死ぬくらいならせめてやつらに一矢報いてやりたい。娯楽室の隣の部屋にあったショットガン、あいつで連中に思い知らせてやる。君は逃げろ、愛しているよトラビスより。なるほどね、これでショットガンがここにあるよみたいな。で、このハンドガンマジいらない。で、薬液も一回置いて、アンティークコインは置くでしょ。ハーブも置いとこう。ガンパウダーで、ガンパウダーはもう競争弾にしちゃおう。よし。で、物的にはこれでいいよね。ここはキーピックが必要で、このハンドガンの弾一応取っとこう。で、アルバートに切り替えて、じゃあちょっと一回セーブをしましょう。はい、じゃあ先へ進んでいきます。いや、すごいねこの銃。3発しか装填できないっていうのがたまに傷だけど。じゃあ地下へ降りていきましょう。さあ行くぜ。明るいね。で、こっちは開けらんないからこっちから行きますと。で、モールデッドがここで出てくるよね。さあ来い、俺のアルバートが火を吹くぜ。来たな。しまった、外した。おお、一発。てか競争弾じゃねえかよこれ。そら一発だわ。で、ここどうしようかな。まだちょっとあれだけど倒しておくか。どうだ、強い。マジで強いわこれがアルバートか。てかマグナム並みに強いな。本当かどうか知らないけど。で、何にもないです。ルーカス、カップルの男の方は逃げ出さないよう一番左の焼却炉に閉じ込めておいた。点火が終わった頃に取り出すこと。開ける方法は知っているな。覚え方は3つの A と手がどうとかっていう。女はお前の好きにしろ。で、これはちょっとまだやらないでおいて、薬液をゲット。ああ、こういう風になってんだね。明るいとすげえよくわかるな。で、ガンパウダー、ガンパウダーは普通のハンドガンの弾と常にもう合成しておこう。で、競争弾10発、ハンドガンの弾は9発。すげえな、頼もしいな。で、ここにあるアイテムはこれだけだっけ。じゃあちょっと一旦ここは出ますと。で、ここ
ここを開けて、いいよ、プリセット。ここは開けられるんだよね。鍵外して、で、上から降ってくんだっけな。で、ここに、見取り図、これ振って、ハンドガンの弾、ほい、ハンドガンの弾、アルバートに切り替えとこう。まだ大丈夫か。サソリの鍵を取って、くっつき刺さってんのか。ま、常にちょっとクリアリングをしながら、ん？お宝の写真。お宝の写真はね、もう一回見れば、別にね、捨てていいみたいなんで、捨てましょう。ただ、アイテムを圧迫するだけなんで。ここにキーピック。ハーブ。これだけかな？他は？特になしかな？で、ここに。薬液。で、どうしようかな？奥も行っちゃおうかな。ショットガンの弾があることだし、ショットガンの弾ゲット、精神刺激薬はね、もうさすがにいらない。で、ここは鍵がないと開けられないから、戻りましょう。よし。で、来るね。ほら、あれ。当てるのが難しいな。よし。すげえわ。アルバートめちゃ強い。これショットガン、後で取りに行ってもいいんじゃないか？こんだけ弾あれば。突破できるな。ショットガンを取りに行くのがちょっと、めんどくさいな。おっと、ここからも来るか。ちょっとビビった、今。ちょっと待って、ガードしよう、一回。俺のガードは。ちょっと待って、ガードしよう。いや、待って、これはいける。ほら。あ、外したか。そうか、これ、頭部は2発だな。よーし。もう大丈夫か？ OK。で、ちょっとじゃあ、一回、アイテムを整理して、セーブしますか。キーピック一回預けておく。競争団いる。サソリの鍵。あ、そうか。サソリの鍵結局な。あれか。まあいいや。後で行こう。ハーブは置いておく。薬液も置いておくでしょ。すごいね。これはすごいぞ。もうめっちゃ安心だな。あっちの通路だけ開けてくるか。ここ開けて、サソリの鍵で。よし、OK。じゃあ、これでセーブをしましょうと。じゃあ、というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。